皆さん、こんにちは。レック専任講師の赤松です。えー、本日は、実践力パープ講座をご受講されて、えー、見事合格いただきました合格者の方4名にお集まりいただいております。えー、皆さん、おめでとうございます。いますはい。じゃあ、あの、まず、あの、簡単に自己紹介お願いします。はい。え、渡辺仁志。年齢は57歳です。受験回数。受験回数は、えー、 一番最初から本当に全部入れば約10回。えー、のそのこと、5回目ぐらいまではあの、まあ、受かったり、受からねえだろうな、受かるわけないだろうなとみんな受けてました。まあ、そのつ通信で、えー、赤松先生と、えー、根本先生も受けてました。で、その子、まあ、結構ブラックなところで働いて,働いてまして、でそのあ赤松先生の通信に3回連続同じ授業を取って受かることになりました。 えー、藤本と申します、えー、年齢は26歳で、えー、受験回数は2回目になりますで、えー、1年目は赤松先生の初級講座を受講しておりまして2年目は赤松先生の実践力パワーアップ講座を受講しておりましたよろしくお願いいたします、えー、年齢は26歳でワ、えー、ニーと申します、えー、と受験回数は2回で 一回目はちょっと他校のほうで受けてたんですけれども授業のほう、えっ、ー、と二回目は赤松先生の実践力のほうを受けてました。よろしくお願いします。はい、えー、名前は田口伸明と申します。えー、年齢は二十三歳です。えっ、ー、と一年目は赤松先生のえっ、ー、と初級講座を受けていました。でえっ、ー、と二年目はえっ、ー、と赤松先生の同じく赤松先生のえっ、ー、と実践力を受けてました。ああとあの受験回数は二回です。 はい、はいありがとうございます、えっと、皆さん、大体の実践力、えー、2年目で受けていただいて、えー、それで合格いただいたってことで一応実践力パープカードのコンセプトが1回勉強した方2年目受けていただいてそれで合格目指してもらうという構図なんで、まあ、見事、講座の <laughs> あのコンセプト通りねあのうまく合格していたという、ね、感じです。 で、渡辺さんは、あの、逆に、実践力3回ほどね、はい、受けていただいて、いや、もう本当ありがとうございます。<laughs> もう、渡辺さんいてくれたらね、もう本当助かったんです、私。もうクラスをすんごく、あの、真ん中で盛り上げてくれて、ね。もう <laughs>、私が、あの、何言っても真ん中で受けていただいて、もう本当助かりました。ありがとうございます。はい、えー、っと、 皆さんあのだいたいあの今年の試験でえっ、ー、と卓一の方だけでいいんだけど何問ずつ取れたかあのちょっとお聞かせいただけますかはいはい卓一は午前が三十一午後が二十八ですはいえっ、ー、と午前が三十二問でえー、午後が二十九問ですえー、午前が三十三でえー、午後が二十七ですえー、午前が三十で えー、午後が32ですはいありがとうございます。えー、ということは、まあ、大体60前後ぐらい皆さん取っていただいてる感じですよね。視聴者試験は択一が合計で70問出るんだけど、まあ、大体そうですね60問ぐらい択一でなんとか取れれば、まあ、ほぼ合格かなっていうまあ試験ですんでね、まあ、皆さん本当に択一非常に頑張ってねいい点数取っていただきました。 まあ、あのこの動画をご覧の皆さんも、まあ、同じように択一はできたら70問中60問ぐらい、ねえー、目指して勉強、ね、していただければと思っております、はい、それでは、えー、私の実践力パワーアップ講座という講座を、ね、皆さんご受講いただいたんですけれども、えー、この講座で、まあ、よかったなと思っていただけるところどんなところでしょうか、はいえー、僕は実践力パワーアップ講座を通信ではなくて、えー、通学で 3回連続で受けました、えー、赤松先生の授業は、えー、もちろん実践力の,あのテキストというのが非常にコンパクトにまとまっているんですがそれをさらにコンパクトにしてくれるというポイントだけを絞ってここだけを覚えなさいここだけをきちっと理解しなさいということを明確に指示していただけるので復習がすごく大変しやすいで僕はあのどちらかというと問題中心の演習をやってましたのでそれまで。 問題中心でもできる、高学年多分行くとは思うんですけれども、やはりテキストに書いたときに非常に安心感がありました。それら通信じゃなくて通学でとてもクラスの雰囲気良かったので、3回、3年連続と聞いてしまいました。はいはいえー まずテキストの方がですね赤松先生が重要だというところを的確にマーキングしてくださるのでどこを復習すればいいのかというのが明確だったことがまず一つ良かったかなと思います。 もう1点は、えー、赤松先生のオリジナルレジュメの過去問レジュメがすごく使いやすくて、えー、ページと連動して、えー、テキストのページと連動しておりますのであのすごく、えー、テキストと過去問っていうのを交互にこう演習しやすいのが良かったなというふうに思います。あとはそそもそもやっぱり あの中上級ってなるとあの敷居が高いように感じる方もいらっしゃると思うんですけど基礎を最も重んじているのであの難しすぎてついていけないっていうことがなかったのが一番良かったかなと思います。えそうですねまあ、皆さんとちょっと被る部分はあるんですけどやっぱりそのテキストを えと復習とかで読む際にやっぱり最初にランク付けしてくださっているのでここ重点的に覚えればいいなとかすごく復習がしやすかったっていうところがあるかなと思います。あとは、まあ、過去問レズメっていうので、あのーまあ、それを1週間後の授業までにこう繰り返してみたいな形でこうペース配分もうまくできたかなっていうふうにほとんどお三方が言ってしまわれたので言うことないんですけれどもただ本当にあの効率的な あの勉強ができてであのすごい合格までの最短距離を先生は示してくださるのでもう本当にそれを信じて勉強すれば受かるっていうところでもう自分も初,学初級受けたんですけどほとんどゼロの状態からもまた実践力っていうところだったのでそれでもあの最終的には力つけてもらえたのであの先生を信じてやってよかっっったなてて思っていますい皆さん本当ありがとうございます。 もうあのー、私がもう本当、考えてる、もう何でもかんでも勉強するんじゃなくて、もうとにかく無駄なとこ省いて、功績やりましょうっていうのがもう私の一番の、えー、コンセプトなので、もうそれを皆さん、あの、本当にあのよくご理解いただいて、えー、今ね、いろいろお話しいただいたらということで、私もあの、すごく嬉しいです。私のあの、やり方はね、ご理解いただいて。 でまあ、実際のこのテキストとそれから私のオリジナルですけども、書くレジュメというものを、ね、いつも使ってまして、まあ、テキストとそれから書くのレジュメ併用していつも講義、ね、させてもらってるんだけど、まあ、それがテキストのこう順番通りに書くものを並べたもので、まあ、それも皆さんあのうまく活用していただいて、まあ、それで、えーまあ、先ほど言ってもらったけどあれだけの高得とね、あの本当にうまく勉強してもらって取ってもらったのかなと思ってますありがとうございます。 ではこれから、えー、使用書士を目指される、えー、方々に対して、えー、皆さんあの何かメッセージをお願いいたしますいわゆるベテラン受験生の方あの僕も10回ほどやってますので,でどうしても上級者の講座を取りがちになると思うんですけれども実践力のテキストは基礎の基礎からも書いてますし本当にじゃ上級者の 高いいレベルのことも書いてありますだから本当に実践力は僕にとっては良かったと思いますし多分ベテランの方でももう一回きちっと畜からやり直してみようと思う方はとても良い講座だと思います。 えー、司法書士試験はすごく分量も多いですし難しい試験なのでやっている途中で本当に途方に暮れてしまう時もあると思うんですけれどもあの私すごく勉強が得意というわけではなかったですし法学部出身とかそういうわけでもなく本当に未経験の状態で勉強を始めましたがあの本当に何度も同じテキストを繰り返していくと景色が変わる瞬間というのが出てくると思いますのであのとにかく分からなくてもどんどん読み進めていくことが大事かなと思います。 なといいいうふうに思います頑張ってくださ小書士試験というのはすごく合格率も低くてすごい難しい試験だっていうところはあると思うんですけど、まあ、受けてみて思ったのはやっぱりすごい基礎が大事だなっていうところでやっぱり数字だけ見るとものすごく難しいことを覚えないといけないだとかと思うと思うんですけど、まあ、どちらかといえばその基礎の部分をこうもうちゃんと分かっているっていう力が 大事かなと思うので、まあ今から受けられる方はやっぱり基礎をしっかり、まあ赤松先生の実践力とかもそうですけど、やっぱり基礎を重視するっていうのを意識された方がこうえ合格に近づくかなと思うので、頑張ってもらえたらなと思います。はい、えっ、ー、と僕は大学生の頃からの司法書士試験を目指したので、そういった方々がもしいればっていうところで、あのー、やっぱり受験生の方は皆さん、年上の方ばかりだと思うので。 本当に皆さん、賢そうに見えるし、本当に賢いんだろうなと思うんですけれども、ただあの、やっぱり最後まで自分を信じて、あの貫き通して、あと,、えー、と先生も信じて、もうそこだけを信じて、最後までやり抜いていただければ、あの合,格にえー、合格できると思うので、あの頑張ってください、はい、はいいははありがとうございます、はい、じゃあ,あの、皆さん、本当ありがとうございます。 えっと、短い時間でしたけれども、えーまあ、今回のお話、えー、こちら動画のご覧の方ですね、聞いていただいて、えー、ぜひ参考にしていただければと思ってます。この少々試験、本当に難関試験と言われるんですけれども、えー、本当に基礎が大事な試験なんです。 なので、えー、基礎をしっかり、えー、重視することと、それから、えー、やはり何でもかんでも勉強をするんではなくて、論点を絞ってメリハリ付けのある勉強ですね。まあ、それが何より、えー、欠かせません。まあ、そういったところをね、まあ、今回のお話を通じて、えー、参考にしていただければと思ってます。いや、もう皆さん、本当にもう私も、あの肩の荷が下りました <laughs>。本当ね、もう、やっぱりね、発表あるまでもう私もずっと心配だったんで。 もう皆さんがねこうやって立派に、えー、と受かってくれてね本当に嬉しいですはい、えー、本当におめでとうございます,いますはいじゃあ今日はどうもありがとうございましたはい